本山寺は、香川県三戸市にある高野山真言宗の寺院で、三号は七宝山、陰号は持ち宝院。鎌倉時代再建の本堂は、国宝で、本尊は、絶対秘仏和と観音菩薩、四国八十八箇所霊場第七十番札所、四国三十六不動霊場、第二十九番札所、本尊真言、御阿弥陀度は、奪うん張った宗和か護英か、 本山に誰か職光ける花なれや春こそ倒れた、無形にぞなる農協院、農教員、当時本尊、道府道、阿宿如来、後如来、本尊馬頭明王元山寺の園形寺殿によれば、大道二年、平城天皇の直眼寺として、空海が自ら刻んだ、馬頭関税恩母殺像を、本尊、阿弥陀如来と、薬師如来を脇字として改装し長福寺と称したという。この時、 本堂はわずか一世でできたという、人世根流の伝説がある。中世には、治療二千国、二十四坊を持つ大事となって栄えた。天正年間、長祖壁氏の戦により、佐野貴国の主要寺院の、大半は陛下を受けた。当時も、例外ではなく、書道を消失したが、境内に攻め入る兵士を切られながらも止めようとする、住職を振り切り攻め入った兵士が、本堂内人の図紙を開いたところ、 阿弥陀如来の体から血が滴り落ちるのを見て驚き、本堂と仁王門は焼かずに撤退したという。その阿弥陀如来は立ち受けの身だと呼ばれる。その後、江戸時代には、領主の生駒市と京国市により再興され、天保年間には本山寺と解消された。馬古獣島本尊全仏の馬塔、観音、全通寺近藤本尊を作った仏師、北川雲長が当時に来て、 本尊馬頭観音を横に置き、姿大きさを映したと言われる馬頭観音像が2014年に公開された。平素は本堂宮殿の向かって、右横に秘仏として安置されている。江戸時代中期作に大門をくぐると、正面奥に本堂があり、その手前右に大指堂がある。農協所は本堂の左側を通過し奥に進み本坊の門を、くぐり中に入って左にある。 本堂本堂平面図に大門鎮守道国宝、昭安2年に、京国氏と佐々木氏の寄進によって再建された、胸木と礎石に残された牧書から、昭安2年の混流が裏付けられる、桁雪き五軒、張間五軒の寄せ胸作り、本瓦原吹き、円柱を用い、建築様式は純和用に近いが、側面と背面に、三カラトを用い、外人に渡した、高料状に、 大瓶束を用いる点など、細部には全州様を取り入れている。平面構成は、手前の針間二軒分を外人とし、奥は、中央の桁行き三軒、針間二軒を内人、その周囲を、脇人並びに後人とする。正面の五軒の柱間装置はいずれもしとみである。外人は中央寄りに二本の大光量を渡し、その上に、大瓶束を立て、入り側柱二本を省略している。 内陣は、大型寿司内にさらに三基の寿司を置き、中央に、本尊馬頭、観音、左右に、薬師如来と、阿弥陀如来を安置する。1955年に修復工事を実施、昭和30年6月22日指定、重要文化財室町時代中期混流の三軒一個八脚門、霧妻作り、本瓦原き、主中、前後の控え柱ともに円中とする。 建築様式は和洋を基調とするが、柱の下部に石杖板を設ける点など細部に全州様を取り入れている。明治37年8月29日指定、香川県指定有形文化財三戸吉、指定有形文化財国の登録有形文化財一人に月給理一本を持参し、本堂外人で法話党を務めの後、内人に手をかじ、鉄道道路一般道、 国道十一号本山京北詰め七宝山、宝釈院妙音寺妙音寺を参照家歴地蔵堂空海に頼まれ、本山寺根流の溶剤を運んでいた三山の天狗が一本の木材を落とした。後の世に発見されたその木で地蔵菩薩を刻んで安置したと言われている。地図交流寺遺跡の石頭群鎌倉後期から室町末期の約二百年もの期間をかけて造流された石頭群。 崖の上段には、逸話塔や宝塔など70基、下段には、魔害物を中心に、逸話塔が30基残されている。香川県指定史跡に1976年6月29日、指定される。都石観音本山寺根流のため徳島の井の内村で伐採された木材を、埼玉村で整えていたが、斧の刃がこぼれて難航していた。その時、巡尺中の僧が都石を大工たちに与えた。 その戸石で磨くと、作業は順調に進んだ。その後、戸石が光を放ち、村人たちが近づくと、光の中に観音菩薩の姿があった。そこで観音菩薩の化身として祀った。不動の滝空海が修行の折、この岩に不動明王像を刻んだと言われる、落差約50メートルの滝行目神社1838年日向の行目村。 八幡宮から勘定されたのが始まりで、境内から少し下ったところに、目洗いの井戸がある、四国八十八箇所六十九、観音寺七十、本、山寺七十一、矢谷寺四国三十六、不動霊場二十八、萩原寺二十九本、山寺三十、明音寺、ありがとうございます。